どうも、大石正義です。この度、ヤマハ、アコースティックマインド2020オンラインに、参加させていただくことになりました。伊関くん、そしてアンリちゃんとも、久しぶりに会えるということで、ものすごく楽しみなんですけども、配信ライブを通じてですね、この、ご時世ですが、しっかりと、皆さんの心温まる音楽をお届けていきたいなというふうに思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。どうも、伊関です。アンリーです。ヤマハアコースティックマインド2020オンライン全7公演がなんと決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。去年ね、はい、出ていただいて、はい、今年7公演、はい、まあ去年は2公演のみだったんですけども、今年はもうすべて出ていただくと。よろしくお願いいたします。お願いします去年どうでしたか？去年はいろんなあのゲストさんと一緒にその楽曲コラボしてみたりとか、うんうん、そのヤマハのそのギターでこうループペダルを踏んだりとか、いろいろやってたよね。はい、やったので、まあ、今年もちょっと参加できるっていうことで気合い入ってます。もう7声だからね。7声ですからね。これだいぶ覚えること多いんでちょっと怖いですで、あと毎公演ね、まあいろんなアーティストが出て、でしかも僕らもね少しずつ中身を、はい、変えていったりとか、あと今年アンリちゃんにはいろいろと、はい、いろいろとまだちょっと言えないんですけど、いろいろとやってもらうことがありますんでね、はい、ぜひそれも楽しみにしていてください。なんとですね、今年は僕伊関、アンリ、そして、ゲストアーティストには大石正義、永田裕志、吉田山田、瀬川彩香、三浦雄太郎という大変豪華な、イベントとなっておりますので、ぜひぜひお楽しみください。はい、というわけでこのイベントのですね、購入の仕方を、皆さんにご説明させていただきます。yam2020.spon.jp にアクセス、そして購入したイベントをクリックしてください。ページの下の方にあるチケット購入へのボタンを押してください。会員登録していない人は新規登録のボタンから会員登録をしてくださいね。そして、配信イベントのため1の会場は自動でスポーンに設定されています。チケットの枚数を選択してくださいの項目を1で選択すると、ページの下の方にチケットをカートに入れるボタンがクリックできるようになります。チケットをカートに入れる前に配信環境テストのページからテストを行ってください。チケットをカートに入れるボタンをクリックすると、カートに追加しましたと表示されます。その画面からカートに確認するボタンをクリックするか、もしくは右上のカートのアイコンを押すことでカートに入っているチケットを確認できます。それでは決済からチケットの確認、当日の参加方法に関してです。カートの中のチケットで間違えないことを確認したら、ページの下の方の決済画面へをクリックしてください。決済方法はクレジットカード決済、コンビニ決済、キャリア決済の中からお選びいただけますので、ご希望の決済方法を選択し、次へのボタンをクリックして決済に進んでください。購入後、左上の3本線のメニューバーからアカウント情報、マイチケットを開くことでチケットが購入されていることを確認できます。イベント当日はイベントページ上の方のカミングライブのライブ視聴ボタンをクリックすると配信ページに移動しますので、配信をお楽しみください。というわけでね、こうやって説明させていただきましたけれども、どんな気持ちでこのオンラインライブ、ちょっと意気込みというかね、はい、アンリちゃんからお聞かせいただいてもいいですか？はい、やっぱりこうオンラインでということで、まあそれでしかできないことがたくさんあると思うので、うんうんうん、ライブだけじゃなくて、まあ、ちょっと違うコンテンツもたくさん盛り込んでいこうという話にはなっているので、そこも楽しんでもらえたらなと思ってます、うん、はい、もう今年はですね、豪華なメンツに、しかもアンリちゃん、先ほどもね僕言いましたけども、アンリちゃんちょっと特別なことをね、はい、お願いしている、かなりちょっとプレッシャー与えちゃってるんですけどもドキドキします。まあ、僕らのねそのいろんな挑戦をぜひ楽しんでいただければと思います。それでは当日お待ちしております。